私はユキ。半年前に夫の正和と結婚したばかり。正和は結婚前は泰然とした余裕がある人だったんだけど、結婚してからすぐに会社の異動で収入が激減してしまった。それは別にいいんだけど、別に今時男が稼ぐべきとか稼いでいる方が偉いみたいなことは全く思わないのだが、夫の態度が変わってしまった。なあ、俺のこと下に見てるでしょ。そんな風に見るわけないよ。いいっていいって、分かってるから。もっと稼ぐ男に乗り換えたいんだよな。はいはい。何言ってるの。そんなこと言ってないし、別に生活に不自由もないでしょ。疲れてるんじゃない。今日は早く寝た方がいいよ。環境が変わったことでストレスも大きいのだろうと思い、あまり刺激しないように接することにしていた私。最近付き合ったばかりの恋人ならともかく、結婚を決めた人だから、あまり結論を急ぐようなことはしたくない。ゆっくり心を癒してもらえたら嬉しいと思っているのだが。それ新しい服？自慢？俺は服なんてなかなか買えないよ。服が欲しいなら買いに行こうよ。夫婦のお金なんだから気にしないでいいんだよ。別に服なんて今あるのでいいからいらないけど。そう？じゃあ私無駄遣いしないように気をつけるね。家事は全部やり、浮気願望ないよと証明するためにスマホはもちろん郵便物も全部検閲させ、夫を刺激しないよう服もコスメも極力買わず、髪は自分で切り始めた。全ては元の楽しい夫に戻ってもらうためだった。でもある日心が折れた。その日は職場の人からたくさん美味しそうな山菜をもらったのだ。今日は山菜の天ぷらにしちゃおう。取れたての山菜の天ぷらなんて贅沢だな。そんなことを思いながらワクワク楽しく山菜の天ぷらを揚げた。だけどそれを食卓に出すと、俺への当てつけかよ。その辺に生えてる雑草を夕食に出すとか、そこまで俺は稼ぎがないか。気分が悪いと怒鳴って箸を投げ捨てて、私が何か言う前にあっという間に出て行ってしまった。そんな夫を呆然と見送り、それからなんかどうでもよくなって天ぷらを食べた。山菜は雑草なんかじゃないよ、美味しいよ。その美味しさなのか悲しさなのか、夫の分の山菜の天ぷらもご飯も味噌汁も全部食べた。美味しかったけど食べ過ぎた。パンパンになったお腹をさすりつつ、私はここ最近のことを思い出した。そういえば正和が移動して給料が激減してから、正和の口から美味しいやありがとうなんて感謝の言葉を全く聞いていないことに気がついた。もやしとか豆腐とか厚揚げとかの正和の中で安いイメージの材料のおかずや健康を考えて野菜料理を作れば、俺の稼ぎが悪いからこんな粗末な飯を出すんだかといって、お肉メインのおかずや惣菜や少し豪華なイメージのおかずにしたら下で、お前の給料で買ったんだろ、当てつけか。俺の給料が安いからって。私なんでこんなに正和に尽くしてるんだ。なんか目の前が明るくなり、正和への愛も枯渇していることに気がついた。離婚するかもしれないと考えたらかなり気が楽になった。寝た後夜中に飲んで帰ってきた正和には気がついたけど、寝たふりをして完全無視した。翌朝も私の方が出社が早いのをいいことに、食パンだけテーブルに置いて出社した。用意してやるだけありがたいと思え。そしてその夜、正和が帰ってくるなり怒ってきた。図星をつかれたからってまだ怒ってるのか。これだから女はヒステリーで嫌だ。これに言い返すと、ほら見たことかといった調子でヒスったと連呼されてしまうのを私は知っていた。念のため録音をしていたので黙ってスルーし、私へのいつものセリフをひたすらデータに収めさせていただいた。しかしこの人よく喋るな。帰ってきてスーツの上着すら脱いでないじゃん。と感心してたら喋りすぎて喉が痛くなったみたいで、なんでそこまでして怒鳴ってるのこの人と咳込みながら水を飲んでいる夫を見たらおかしくなっちゃった。笑っちゃいけないと思ってうつむいてたら、まったく泣けば済むと思いやがってとバッグを放り投げてお風呂へ行った。危なかった。一旦録音をストップさせて思わず言って笑ってしまう。
いつもなら正和の顔色を伺ってたのに、今はものすごく面白かった。私本当にバカだったな。自己嫌悪もすごいが、正和がお風呂に入った後、ちょうど見たいテレビが始まったのでテレビをつける。そして正和がお風呂から上がった気配がしたので再び録音スタート。お風呂から戻った正和は、私がテレビ見て笑っているのを見てびっくりしていた。きっとメソメソ泣いて謝ってくるのを期待してたんだろうな。程度の低いテレビ見て喜びやがって、とことん低レベルなやつだ。手どかどか歩きながらテレビに近づき消された。でも私が何も気にせずリモコンでまたつけたら、ものすごく驚いた顔をして振り返って、しばらく私の顔を呆然と見た後、チェ舌打ちして寝室へこもってしまった。いつもならここで夫の機嫌を取ってるとこなのに、もう何も感じない。何も感じないんだったら夫婦でいる意味ないよね。私もバカだったけど、私なりに頑張ったつもりだったけど、結局離婚しかないんだな。好きで好きで結婚したのに、仕事が変わろうが収入が減ろうが、それでもお互い支え合っていくのが夫婦だと思ってたのに。うじうじしてても仕方がない、離婚するぞ。その後の行動は驚くほど早かった。あれから数日、日にちは飛んでいるが日記もつけていたし、ある程度証拠がたまって、こっそり荷物をまとめて正和が仕事の時に有給を使い、姉夫婦に連絡をして車を出してもらった。録音や証拠を聞いた私の家族に慰めてもらい、父の知り合いから離婚に強い弁護士を紹介してもらった。そして私がいなくなったことに気がついた正和から連絡が来た。お前どこにいるんだよ。どこにいてもいいでしょう。まさか旅行か。俺に当てつけて金持ってるアピールか。ふざけんなよ。俺の給料が低いからって離婚するぞ。ええ、離婚しましょうか。あ、弁護士雇ったので、あとは弁護士にお願いします。ちょっと待て、おい。その後正和との話し合いが始まったのだが、あいつは俺よりも金を稼いでいるから俺を見下してるんだ。俺は被害者だ。離婚するならあいつの金俺によこせ。あいつの金は夫婦の金だと。何かに取り憑かれたのかってくらいお金に執着していた。だけど弁護士が私が録音した正和の言葉を流すと、正和は黙った。あなた自身の言葉を客観的に聞いて冷静に判断してほしい。その後金とは言わなくなったが、今度はごね始めた。離婚はしない。先生からもユキを説得してほしい。そんな中、正和に泣きつかれた義両親から連絡が来たので、ファミレスで会うことになった。正和と離婚すると聞いた。息子は泣きながら喋ってたからよくわからないけど、どういう経緯でそうなったのか教えてほしい。義両親は二人とも常識的で、必要以上に干渉しないいい人たちで、なんでこの二人から正和が生まれたのか未だに謎だ。その義両親に弁護士から証拠になると言われた私の日記を読んでもらい、録音も再生。歩み寄ろうと努力したんです。だけどもう無理になって。驚愕している義両親に対して少し演技しながら言おうとしたが、本当に涙声になって義両親に言ってしまった。息子が申し訳なかった。ユキさんをここまで追い詰めてしまって。これは離婚されても仕方がないわ。ユキさん、あの子と離婚して幸せになってちょうだい。ありがとうございます。預金は全て君に渡す。俺はどうかしていた。そして義両親が離婚に賛同した後、なぜか夫は結婚当時の人格に戻って穏やかになった。謝罪されても何も心が動かなかった。慰謝料とは別に、あなたの権利だから共同貯金はきれいに二等分する。悪いけどあなたが稼いだお金までむしり取るなんてできないわ。私はお金が欲しいわけじゃないからね。別居したからというもの、美容院へ行くようになり、服も一着1000円以下のプチプラではなく、リーズナブルな好きなブランドの服を久しぶりにフルコーディネートで買い揃え、外見だけは私も結婚当時の私に戻っていた。昔のままだ。昔の君に戻ったんだ。最後の話し合いの際に夫はその外見を見て何やら感激していた。
もうあんなことは言わない。やり直してくれるんだね。この人のためにしていた全くする必要のない我慢をやめただけなのに、おそらく俺とやり直すために元の姿に戻ったんだって脳内変換したんだろうな。もうあなたのために我慢なんてしないわ。今までありがとうございました。もう会うことはないのでしょう。なんで、どうして？俺のために元の姿に戻ったんだろう。あんなにボロボロだったのに。俺の収入は元に戻らないけど、お前は金なんて気にしないんだからいいじゃないか。やり直そうよ。指輪を返すとまた泣き出して、弁護士の人に諭されてやっと離婚届を書いてもらって提出できた。やっと正和から解放された私は、しばらくできなかったことを溜め込んでた有給を使って楽しんだ。その後、正和はというと、義両親は、人様の娘さんになんてことをしたんだと激怒され、半絶縁のような状態らしい。正和の兄弟や親戚に泣きつこうとしたけど、義両親から連絡があって門前払いされたそうだ。その後、正和によく似た人を街中で見かけたのだが、あの私を罵倒していた面影は全くなく、くたびれたスーツを着て歩いていた。一応慰謝料は一括でもらったし、私も転勤になってここを離れるし、もう二度と会わないだろう。転勤祝いでもらった山菜とタケノコを手に、私は山菜の天ぷらとタケノコの炊き込みご飯にしようと思いつつ、帰路に着いた。ご視聴ありがとうございました。また見てね。